にちは、まみりんです。今日もご視聴ありがとうございます。11月25日金曜日、天下一武道会が始まりましたね。皆さんは参加されますか？私はこれからスタートしたいと思います。あなたを第45回天下一武道会に招待いたします。ここがめちゃめちゃかっこよくて好きなんですよね。はい、私も第45回天下一武道会に参加できました。こちらアナウンサーの方がいろいろ説明してくださるんですよね。私初めて天下一武道会に参加した時第35回でした。なので今回で11回目の参加ということになります。初めて参加した第35回から動画は作っていたので、もし天下一武道会走っていてちょっと気分転換したいなっていう時は、私の過去の天下一武道会動画も見ていただけたら嬉しいなと思います。天下一武道会はドッカンバトルプレイヤーさんの中のお祭り、ワールドカップ、オリンピックね、そんな感じの私はイメージでいます。みんなで一緒に参加できて盛り上がれるイベントだなと思っているので、毎回とても楽しく参加させていただいています。今回第45回も皆さんと一緒に楽しく走れたら嬉しいなと思っています。参加される方一緒に楽しみましょう。はい、では参加しましょう。1戦目ですね、やっていきましょう。ワクワクするぞの 2.5 倍でやりましょう。パーティー編成は全体攻撃キャラ多め、そして気絶要因でジャコ、そしてブルマ入れています。このブルマもね、中確率で全体気絶あるんですけども、発動してくれるかなという賭けになります。あ、すごい、相手が女の子パーリーって書いてありますね。すごいね、このパーティー。ほんとだ、女の子しかいない。っていうか、これでやってる人、すごい。すごいな。すごい相手に当たりましたよ、最初で。一番初めで。うわー、なんか、心苦しい。みんなやっつけちゃうのが。わお。ごめんなさい。女の子倒してしまいました。ブルマもいたけどね。へえ、面白いなー。でも、めちゃめちゃ大変そうですよね。はい。では、次。あ、これはもう、めちゃめちゃ強いパーリーですね、相手は。すごいね。怖いね。本当に。強そうだね。だけど、こっちも強いからね。今はね、ジャコが気絶をさせてくれているので、相手からの攻撃はなしで、はい、一方的にワンパンで終わると思います。はい、終わりました。大体ね、こういう感じでいけるんですけれども、私のこのパーリーだと、ブルマ、ジャコ、リーダーにしているごはんちゃんの3人が最初に来てしまうということもね、あるんですよね。そうなってくるとワンパンじゃ終わらないんですよね。2ターン目に持ち越してしまうので、だから全体攻撃が1人は最初に来てくれないと時間かかっちゃいますね。参加される皆さんはどんなパーリー編成で走っているのかな。天下一パーリーの編成も個性が出ますよね。皆さんそれぞれですよね。はい、という感じで予選は突破いたしました。はい、準々決勝、準決勝は飛ばしました。決勝に行ってみたいと思います。はい、今度はね、新聖樹の実サポートアイテムを持っていって、気力が足りない時に使おうかなと思います。あと、そうだ、今はまだ大丈夫なんですけれども、だんだんね、勝ち進んでいくと相手もめちゃめちゃ強くなるんですよね。だから先手が来た時に気絶を入れられていない場合、やられちゃうことがあるから、
お化けもね、サポートアイテムの整列指示お化けも持っていかなきゃいけないんだよな。そうでした。今ね、ジャコとブルマ同時に出てきてて気絶入ってたんですけども、ブルマかもしれないよね、気絶入れたの中確率がもしかしたら発動したかもしれないですよね。はい、クリリンがやってくれました。これで決勝勝てたかな。はい、1回目の優勝ですね。はい、神クラスになりました。最後これビルズクラスが一番いいんでしたっけ。はい、ということで1戦目の優勝を果たしたので、いろいろともらえるはずですよね。はい、ミッションも達成したので龍石とかもらえました。はい、これでポイントによってまたミッションも達成できるので、この調子で、まあ、マイペースにはなりますが楽しく走っていきたいと思います。明日11月26日土曜日、そしてその次の日27日日曜日も昼間14時ぐらいから生配信をやりたいと思っております。天下一走りながら皆さんとお話できたら嬉しいなと思っていますので、ご都合のつく方ぜひ遊びに来てください。それでは今日もご視聴本当にありがとうございました。次も絶対見てくるよな。